はい、ということで今回は、まあ1日一緒に企画をさせてもらってで、まあ多分これ4本目、はい、対談動画として、まあ、上げさせてもらうんですけど、まずコーツとヒロ君が2人でプロジェクトやったきっかけっていうか、ね、大学生の支援みたいなことを聞いてたんだけど、どういうきっかけでこう今のプロジェクトに至ったのか。まあ、最初2016年にサッカースクールを2人で柏で立ち上げて、でその反響からやっぱり現役中に、いろいろこう伝えられることはないかということで、まあ、プロジェクト自体を始まって、でその後に、まあ、大学生のところって僕たち何もできてないよねっていうところで、就職のサポートをしたり、こうやったイベントを行って大学生自体をこう思いたいっていうのが会社としてサポートをして、年は、ほぼ同い年、ほぼ同い年、ほぼ同い年で、柏の時に一緒にやってたんですけど、はい、僕西登録だったのほぼ同期入学。あ、そうなんだ。そのつながりでずっと、はい、で海外でも交流はあったの？海外で、はい、僕の半年早く海外に行ってます。追いかける。あ、そうなんだ。じゃあもうずっと密に連絡は取ってたのね、お互いと。はい、入ってから、いろんな、まあ、海外でも2人プレイしてるし、国内でもそうだけど、復活させます。昔やってた企画なんですけど、これだけのすごい選手たちなので、いろんな選手たちと対峙してきた中で、大津は、対峙して嫌だったディフェンダーベスト3。3? ベスト3。1人じゃないんですか？もう一択、一択ですか？いや、いいよ、もう一択ですよ。あ、一択なの？俺も1人に行けます。あ、もうそう、すぐパッて出た。もう絶対出ます。もうダントツに嫌だった。ダントツに、もうこれ俺の評価もそうですけど、周りの評価も含めて、うん、絶対に話してたら出てくる選手。じゃあもうそのディフェンダーね、ディフェンダー。分かんない、合ってるか分かんない。広木もフォワードも行った。これはもう、はい、パッてもうこれで嫌だって。日本人の方がいいですか？どっちでもいい。あ、じゃあせっかくなんで外国籍と日本、まあ両方ちょっと一人ずつ挙げてもらおうかな。外国籍の選手で嫌だったのと日本人で、はい、うん、はい、先にじゃあ王子です、ね、じゃあ海外の選手だったら、僕オランダディフェンローの時、ファンダイクと試合して、おで試合して確実抜いたなってところから、あんまだファンダイクそれ若かったんですよ。そうだよね、若くて不老人間かも。確かにあいつめちゃくちゃいいなっていう話になって、試合終わったら、うんうんうん、したら、世界もトップトップになる。リバプールね。そっか。だから俺は本当にもうその時から知ってるんで、うん、こいつは絶対すごいって嬉しいって言ったら、なんか今活躍してるのがね、目当たってたなって、うん、もうとんでもなかった。その時からやっぱり速いし、やっぱ速いんだ、強いし、うん、上手いし、うん、もうこんなやついたら、うん、大変だろうと思ったらトップトップだって走りました。アジリティ能力とかも半端ない。いや、もうすごかった。当時からその時別にファンダイクってそんなに有名じゃなかったんで、うんうんうん、すっげえこつくて、うん、うまくて速いやついるぞ、うんうん、対応して俺一回抜いて、えっていうぐらいのスピードで追いつかれて、うん、でそれでチームでも話題になって、うん、あいつめちゃくちゃ良くないみたいな、うん、気づいたらもうトップトップの今ね、世界もうハンバーワン呼び声高いですね。マクローカーだったな、嬉しいですね。確かにそうだよ。ちょっとだけ分かりますか？俺してるから俺してる。海外のやっぱ大きい選手ってもう全然違うよね。もうそのやっぱ日本で大きいと俊敏性失われるとかなんかさ、いろいろこう言われたりするじゃない。でも海外だとなんか身長大きいからもうスピードがないとか弾き能力ないとかそういうのはもう全くないでしょ、やっぱり海外の選手って。速くて強くて、うまいでしょ。そうだね。なりたかったよね、やっぱそういう選手。いや、憧れるよね、やっぱセンターバックとかさ。あります。ね、うん。なるほどね。じゃあ先に外国籍に行ける。はい。これは一人っていうよりは、うん、同じ空間にエンバペとディマリアがいたら、どうしようもないな。あの二人すごいんですよ。まあまあすごいのは見てわかるけど、どうすごいの？いやもう、長友さんと、うんうん、ずっと2人で試合終わった後とも話したり、はい、普段と話すと、もう、エンバペやばいじゃないですか、身体も、うんうん、それにぴったり合わせてくるディマリアのパスがすごいですよ。あの2人ってすごいな。ディマリアは活かせるパスでこう味方を生かす。ドリブルももちろんそうですし、シュートも全部うまいんですけど、うん、
ドリブルしてる時も、ずっと全部見えてるんですよ。あ、そうなんだ。この癖してドリブルめっちゃ早いんですよ。取り残しがないんだ、じゃあ。本当そうですね。さっきさ、話してたけど、エイマールとかね、パリ・サンジェルマンだったら、エムバペいて、ディマリアいてとか。で、ワイドに張って、別に動きの質でこう、受けたりしないじゃん。はい、どっちかっていうと、はい、足元にこう、渡していって、でもそこの空間を作ることで、もう戦術になっちゃうでしょ。そうですね。もうそこに渡れるのが嫌だから、ディレンジャーも、僕らも上がれないし。上がれないし。はぁ、すごいね。すごかったですね。エムバペはスピード、まあすごいって言うけど、想像つかないからさ、どんな感覚なんだろうって、俺、シュミ選手どうなのかな、まあ、J でしかやったことないけど、MLS さんとか、うん、いや、速いっていう、ジュニーニョとか、あ、そうか、うん、速かったけど、どういう感覚なんだろうっていう、どういう次元で戦ってるんだろう、もう想像もつかないです。多分僕も日本人の方で速いと。うん、そうだよね、スピードに。だから結構自信あって、こうちょっとこう間開けたりとかするんですけど、本当に無理だなと思いました。え、最初の自信あるのって、ちょっとやっぱ試したいなって。試したいなって、あれじゃない怖いけど。うん、それ最初はどうだったんですか。いや、最初のパリ・サンジェルマンの試合の時は大丈夫っていうか対応できてたんですけど、まだ自信なかったのか分かんないですけど、もう最後のは全然無理でした、ね。スピードなんかギアがってもう全然違うっていうよね。はい、まあ、ファンダイクもそうなんですけど、1年の成長の幅が違うんですよ。とんでもない成長過程。なるほど、成長スピードがもうブーンってすごいステージ行くんできない。なんか他の選手でも誰だったっけな、ジルーだったっけな、フランスでやってた時に、はい、全然歩き削りで海を試すってなんか言ってたんだけど、全く上手くなかったんだけど、キンバーンってこう、やっぱ上のカテゴリーって引き抜かれたら、もう上手くもなるし、強くもなるし、まあ、そういう選手多いんだ、海外で。じゃあ次、日本人選手。これも一択ですね。もうそこも一択なの。これだけは、もう本当にどのアタッカー陣の話でも、うん、一択しか出てこない。出てこない。どうぞ。吉田優太です。おお、これもう本当ですよ。みんないますよね。みんないます。もう吉田優太が一択。本当にちっちゃい庭みたいな感じですね。これはもう一択ですよ。確かにうまいし、うん、確かにうまいし早いし、俺もまあ体重したことありますけど、ああ、まあ無理だなって、あの当たって勝てない、パワーでももう勝てないし、スピードもちょっと勝てないし、でそこも他のアタッカーもそういうの。でもみんないますね。え、でもやっぱ仕掛けたりするでしょ、試合仕掛けたりして、もう嫌っす、なんかプレッシャーの感覚と、あの本当センスあるんですよ、ところがそうだし、で、うまいし、うん、これはすごいっすね、もっと評価されてもいい、ファンダイクか吉田か、うん、これも思ってる、うん、嬉しい、もう周りも一択なんです、もう一択、もう誰に来ても吉田かって、なんであいつが代表じゃないのかっていうのが、もう本当に疑問でしかないっていう、そんな使ってくれって思ってますよ。吉田優太が置いてくれば絶対大丈夫だよ。でもこれ本当話題になりますよ、みんな。アタッカー陣の話になる。やっぱあの周りっていうかさ、詰め方がすごい。なんか頭に圧迫感があるの、ね、あるよね。だから、俺、ってか、ヒロキも詰め方がやっぱすごいけど、その詰め方で、あの詰め方すると、大体スピードでこうさ、抜けるイメージあるでしょ。結構なんか詰めてくるじゃん。はい、それでさ、そのままついてくるじゃん。そのままいけんすよ、こう。行ったまま、後ろもそのままいけるから圧すごい。そうだよね、センスもあるし、すごいです。あれなんか本当にみんなに見てもらいたい、ユダのディフェンスの仕方とか。それヒルキから見ても、やっぱ1対1、吉田優太選手とかは、いや、普通にいいサイドかなと思うんですよ。なるほど、そこは君もフォローですね。いやいやいや、私もでも何でもいいなら俺評価を、もう絶対このこういう話になって誰がやったかトークになって、吉田優太君俺も一択って言われた時に、あ、ユダくんあ、そうなんだね、絶対出てきますね。ヒロキは日本人選手、いや、難しいですね。でも代表とか見てて、やりたかったなっていうのはやっぱ顔です、三笘の顔は、まあ、あのフロンターレに入ってる顔とやりたかったなって、もうすんごい怖いんだろうなって。え、実際さ、代表でさ、一緒になんかね、1対1で対峙したりするじゃない、あ、顔ですか、
どうなの実際。そんなに練習やる気ないですね。そうなんですか。でも俺もそんなに行かないと。でも試合になったらすごいじゃん。あ、ギアがちょっと変わるよね。そういうタイプだと思うんですけど、別に手抜いてるわけじゃない。変わるのその試合の持っていき方がある。だからあの試合の時っていう状態とフロンターレの中で、あの状態でやってたら。なかなかいないっすよね、あんななんか見ててもいやー、いないね、なんか探すドリブルじゃないけど、ドリブルの侵入角度もそうだしさ、まろやかさも、緩急の使い方もすごいですね。三笘ゴールとかいう聞いちゃったら、三笘どんなゴール決めたら、どんなプレーしたのみたいなハイライトとか見に行っちゃう、うまいから、この見てて、三笘選手って、まあ、今、いろいろ注目されてると思うから。海外でドリブラーが活躍するにはどういうところがこう伸びれば、どういうところを表現し続ければ上のステージに行けるのか、広域から見て全てのボールが自分のものだと思う。自分がドリブルさえすればチャンスになるよっていうのを示せる。だからもうそれが取られたとして、みんなに割れたとしても、また次チャレンジして、それが次チャンスになるっていう、それを繰り返せる選手が、なんかマルセイユの時に出てる選手とかは何回取られても試合中に3回行くチャンスをクリエイトするとか、それで生きてきてるって、そういう人が残るのかな。やっぱり優しいじゃないですか、うん、あの人たちも何回も1回ハイライト乗ればいいと思う。それぐらいそれぐらいのハイライト基準のゲームが実際もっとどうだったの、まあ、どっちかと、まあ、仕掛けるかな、海外でやって、やっぱ日本人でそのドリブルがあって、まあ、仕掛けるってところで、いやでも同じポジションのやつとかも、え、そこ行くみたいな、え、そこ取られて、いや、また行くみたいなやつとかは、やっぱり成功し実際にしているし、なんかそういったのは日本人、まあ、自分も含めて、まだまだ足りないところがあったのかな、まあ、ただただ本当にレベルももちろん高いところもあったんですけど。すごいですね。すごいすごい。すごい違うな。出てくる選手がね、本当に。本当に行って、自分もちょっと、まあ、行けてるなと思って、海外に行って。そうだよね。ないっすよ、ショックでしょ。え、それは、まあ、まあ、ロイスって言ったけど、どういう部分で差を感じたの？いや、もう、全部がトップスピードでできるんですよ、プレーが。判断。ドリブル仕掛けるスピードも速いし、かつでも仕掛けながらもパスもちゃんと見えてるしみたいな、うん、ザ・バケモンだなと思ったらロイスに持ってくるな。このポジションがそいつロイスだったんで、もうここがトップだなって。これ多分あのどんどん引き出してるまだまだ聞きたいですけど、今日ね、はい、すごい長い収録時間すごい、もうあのたくさん、はい、この前の動画も2人にはいろいろとハウツーだったり撮ってもらってるので、はい、最後にねちょっと締めっていうことで、はい、今シーズン、まあ、ジュビロ磐田浦和レッズとして、まあ、J1 の舞台にそれぞれ戦うと思うので、まあ意気込みじゃないですけど、あとワールドカップイヤーとかで、まあ、いろいろ代表もあると思うので、それぞれにちょっと意気込みをじゃあお願いします。まあ、J1 で昇格することができたんで、まあ、ここからまたもちろん厳しい戦いになるんですけど、まあ、やっぱりタイトルっていうところは、うん、レースが上がってきたっていうのは関係なしに、タイトルを目指したいなと思います。いや本当に去年からずっと J1 でできたらいいねって期待したので、すごく楽しみですし、まあ、僕自身日本に移籍してくる一番の目標だった ACL 優勝っていう権利を得たので、そこもすごい楽しみですし、やっぱりワールドカップイヤーで、まずは皆さんを不安にさせてしまった予選をしっかり勝ち抜くということが、それに少しでも僕にとって、まあ、すべてですね、盛りだくさんですけど、そうだね、はい、全部、まあ、結果っていうところでね、うん、ありがとうございます。はい、ということで、概要欄の方に、まあ、2人の、活動もそうですし、まあ、今回のプロジェクトもそうですし、お伝えさせていただくので、チェックしていただいて、ぜひね、応援していただく、プラス、個人でやっぱプレイヤーとして応援していただけるとね。もっともっとこの2人は輝いてくれるので、期待しながらみんなで応援したいと思いますので、本日はありがとうございました。ありがとうございました。
はい、ということで、酒井選手、大津選手とコラボ撮影ということで撮影をさせていただいたんですが、はい、現在、その酒井選手、大津選手がやられてる活動に関ということで、こちら、アスリートボックス。はい。ということで、こちらいただきましたということで、早速、何なのかっていうのはちょっとまず開けてみたいんですが、こちらなんですが、おお、野菜ですよね。新鮮な。ほうれん草。ほうれん草、ほら。小松菜。小松菜。ね。で、しめじ、椎茸とかトマトとか。はい。で、熊本県産とか福岡県産とかね。はい。いろんなところの野菜が。野菜山、まあ、果物も入ってますね。すごい。はい。全部映るかな？こんな感じでね。はい。こちら、はい、西武ファーマーズ、はい、農家のこの野菜の消費量が少なくなったというところで、はい、こちらの農家さんを助けるための活動プロジェクトということでやられてるということで、野菜を摂取することで強い体づくりや健康というね、はい、ところを促進してほしいという思いもありやられてることみたいなので、皆さんね、ぜひ概要欄の方に記載してありますので、こちらの方をねチェックしていただいて、ぜひ、活動にねご支援していただければと思いますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。ひろき、大津ありがとうね。